それではご登壇の皆様から一言ずつご挨拶を頂戴してまいりたいと思います。ではまず矢野さんお願いいたします。はい、佐藤真冬役の矢野翔吾です。本日はご来場ありがとうございます。またこうして皆さんの前でご挨拶できることを本当に嬉しく思います。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では内田さんお願いします。はい、上野山律香の声をやらせていただいております内田山です。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。一緒にギブンの世界を楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは中澤さんお願いします。はい、中山春樹や視線中山春樹役の中澤雅智です。皆さんご来場ありがとうございます。映画が始まる前ということなので、和んでいただいて、映画本編に入っていただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは江口さんお願いします。はい、梶明彦役の江口孝也です。さっきまでの楽屋のテンションがすごすぎてちょっとなんかセッションしてるんですよ。何言われてるか分からないと思うんですけど、僕も分からないです言ってて、はい、この空気感で果たして入っていいものなのかどうか迷っておりますけれども、まあ、短い時間ではございますけれども、楽しんで帰っていってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは今井さんお願いします。はい、鹿島ヒーラー役今井文也です。そうですね、およそ 2,3 分前にセッションを終えまして無事にね、軽く汗をかいております。今日は皆さんとも一緒に汗かいていければと思います。よろしくお願いします。はい、八木静澄役のバンタイトです。僕らはね、一ライブを終えたような温まり方ですが、この温まりでね、皆さんと一緒に短い時間ですが楽しんでいければなと思っております。本日はよろしくお願いします。かたくなにバン君が乗らなかったから挨拶もちゃんとしてるね。僕乗ったんです。違う乗ったんですよ。江口さんが来てから、うん、おバン君も乗ったんだなって思わせようと思ったらゆうまさんがもう1分おきぐらいにライブを始めるからユーマライブ、そうちょっと開催多めで実際ねちょっとしてたもんで、そう本当やってたんですよ。低音だから聞こえなかっただけ。そうそうベースの部分、ね、ちゃんと切り替えできてる偉い。ね、楽屋はねこれの100倍ぐらいうるさかったんですよ。本当にね、本当に大盛り上がり。暑かったですね。さすがにステージ上ちゃんとしないといけない。ちゃんとしないといけない。ありがとうございます。いっぱい話していこうと思いますよ。ありがとうございます。キャストの皆様、スタッフの、方からお声掛けさせていただきますので、前方のスチールエリアに目線をお願いいたします。本日の主役が移行してますね。はい、ありがとうございます。